はい、みなさんこんにちは。りなです。タカです。ヘッティロングです。以前ではタカが私にアジア人を見分けられるかどうかというクイズを出してた動画がありましたよ ね。大好評でした。そう、だからすごい人気があって、そこで私の両親にも同じようなクイズをやったでしょ、うん、ドイツでもやったね。はい、全然見分けられなかった。今回はタカがヨーロッパ人見分けられるかどうかというクイズは私は準備しました。あ、じゃあ俺と一緒に視聴者の皆さんも一緒にやればいいんだね。何人選んだの？もちろんドイツ人、うん、ドイツ人とフランス人と、おフランスね、イギリス人、おメジャーどころヨーロッパ。イエス、簡単だはずでしょ。いや多分簡単だね。でよね。だからこの3人を見分けられるかっていうのをレナが僕と視聴者の皆さんにクイズを出すと。そうです。だから今日は参加型のクイズですね。最後に何点だったか教えてください、うん、確かに。ちなみに9問あります。はいはいはい、まあ俺多分9問取れるね。うん、ドイツに横にいますからね、毎日見てますから。でも皆さんもさ、ね、毎日レナを見てるからだよね。だいたいわかると思う、ドイツ人はこんな感じっていうね。こういう感じね。こういう感じ、はい、私はザ・ドイツ人なので、はい、そうそうそう。じゃあ早速やっていきますか。はい、やりましょう。まずは AI が作った女性、うん、すごいじゃん。これ AI で頼んだんでしょ、うん、みんなほぼ一緒に見えるけど。そう。あ、でもね、え、これもうレナは分かってるもんね、答えね。もちろん。いいが、俺当てれると思うよ。まず、はい、皆さんも同じ、同時に考えてもらいたいんだけど、3番がドイツか1番がドイツね。これ1か3がドイツなのよ、多分。で、2番は多分フランスね、うん、ちょっとおしゃれじゃん。あの、隣にドイツ人がいるのに1か3が どれがドイツか分かんないのがちょっと。だって、え？なんかさ、目の色はさ、青いじゃん、uh-huh. みんな青いじゃん。なんかそれでもたまたまだと思うよ。ドイツ人って目が青いからさ、だから1番か3番がドイツよ。2番の人セクシーだね、なんか。え、これブラしてる2番の人。せなさそうだよ。あ、それも AI が考えたってこと？だからビーチで、フランスのニースとかあるじゃん、ビーチ。Yes。 だから2番はフランス、はい、1番が、あ、ドイツ。ちょっとここの骨が強い、うん、骨格が強い。なぜならドイツのパンは硬いから噛むとここ発達するでしょ。そういう理由。だから1番がドイツ、3番がイギリス。これイギリスのあれだ、俺ら世界一周で行ったじゃん。はい、スコットランドじゃなくてさ、スコなんとかコッツウォルズ。あ、コッツウォルズじゃないでしょ。皆さんどうですか、決めましたか答え、はい、僕は1ドイツ、2フランス、3イギリス。はい、おっと、当たりました。当たりました。よかったね。え、俺の推測は当たってるの？当たってるよ。ドイツ人がなんかこう一般的に、うん、あの髪の色が明るいと目が青いという感じはドイツ人、うん、こう鼻がついてる、これがドイツ人の雰囲気で、タカが言ってるのがその四角い顔というか、うん、あ、ここがちょっと発達してるってエラがね、うん、ドイツ人っぽいって感じなんだね。パンの問題かな、硬いパンば固めてるかな。で、二つ目があの、まあ、フランス人というのがあの顔がシュッとした、あと目もちょっとシュッとしたとか、うんうん、一番なんかこうスタイリッシュだよね。イギリスは、まあ、服装もそのピュアなガーリーな的な感じ、うんうん、清楚な感じで、そうだね、まあ、これが本当に分かんないけど、これイギリス人、イギリス人なんかパッと私は分かる、分かる。俺ドイツっぽかったけど、最初見た瞬間は。ドイツもなんか素朴な感じするから、あ、そうか、その感じがっぽかったけど、イギリス。皆さんどうでしたか、はい、当たりましたか、はい、でもまあ、 あの難しいところはイギリスは特にインドとかいろんな植民地、いろんなところにいてたでしょ、すっごい混ざってる、うん、他のヨーロッパの国よりも一般的にイギリス人はこうだよっていうのが非常に難しい、いろいろミックスされてるの、歴史的背景から。そう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 。続いて AI が作った男性、 AI 男性。なんか似てるね、みんな。そう？顔の形一緒じゃん。すげえ、でも AI こんなん作れるんだ。まあ、あの服装とかも全部含めて見た方がいいと思うけど。みんなわかる？すぐ。いや、でもね、2番はイギリスだよね。だよね。だってもうさ、国旗やん。ジャケット国旗やん。AI、頼むわ。3番が、はい、もう俺ほぼ当たると思うけど、ドイツだね。なんでかっていうと、レナの友達も、こんな感じでがっちりしてんだよね、体が。
でちょっと焦げてて、顔がね、でさっきと一緒でエラが張ってますと、この人も何が硬いパン食べてるからこのエラが張ってますとファッションもなんかドイツ人っぽいよね、このなんかラフなシャツに革ジャンでしょこれ、うん、革ジャン着て革のバックパック背負ってるじゃん、うん、もうドイツ人のバックパックがこんな感じだもん、まさに、うん、はい。で一番はフランスっていうのはなんかもう髪の毛がこう何ちょっとカーリーしてるからパーマでフランスっぽい。あとおしゃれ、これはみんなも分かりやすかったんじゃない。一番がフランス、二番がイギリス、三番がドイツ。はい、合ってます。当たりました、はい、今のところ100点じゃん。あ、はいはいはい、完璧に見分けられてるじゃん。はい、これはでも一番簡単な問題だから、ね、タカが言ってることは全部納得しますよ。当たってますか。フランス人はなんかこのシュッとした感じもなんかフランス人っぽい、あの体も顔も細い感じ、パンツもスキニーだしね、シャツもダボダボしてなくてこうシュッと、まあ、ブランドとかファッションの聖地だからねフランス。じゃあ続きましてもう AI から離れますよ。あ、AI セクション終わりました。はい、めっちゃ簡単でしょ。はいはいはい、これはね皆さん分かりますか。これはまあまあ簡単だと思うよ。まず一番分かりやすいところで言うと、一番がみんな一番分かりやすいかな。これもなんかイギリスっぽいよね。これはどこの、イギリスのどこ。バッキンガム宮殿じゃない、その王様が住んでるお城とかを守ってる人。違うよ。え、違うの。全然違う。王様が住んでる、あ、教会の、チャールズ皇太子を守ってる人。うん、え、何これ。スコットランドの服でしょ。あ、スコットランドね。あ、じゃあもう1番イギリス決定じゃん。で2番は動画でも見せたと思うけど、レザーのパンツと完全にドイツだね。で3番は分かんないけど、もう消去法でフランスになっちゃうねこれね。そうだよ。なんだろうねこれね、私も見たことない。なんかの制服着てるんだよね、でもね、フランスっぽい、うん、フランスっぽいかな。いや私にも不思議だけど、ね、これがフランスの民族衣装らしい。はい、合ってますよ。これドイツのこのレーダーやっけ、レーダーホーゼ、レーダーホーゼ。一回動画で紹介してるんで、俺も来ましたので全然似合わなかったけど、いやな、たかがなんかこれね、民族衣装やったね、うん、コスチュームを着てるみたいな感じだったよ。ダダーン。はい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 、いや、わかるよ。ドイツだけはわかるよ。フランスとイギリスはわかんない。ドイツはレナが何回かこの民族衣装を着て動画で撮ってたりするから、うん、1番がドイツだと思う。めっちゃ可愛いでしょ。そう、ディアンドルっていう。だから1番はドイツは決定だね。2番と3番は正直わからんけど、でもさっきの男性のやつと比べると2番がフランスっぽいね。なんかさっきのフランスの男性の民族衣装と似てるから、2番がフランス、3番がイギリスの、わかんないけどスコットランドとかウェールズとか田舎の方のなんか服装っぽいよね。当たってるかわかんないけど。合ってます。踊った。でタカも3番があのどこかのスコットランドかウェールズかみたいな感じで言ってたけど、うん、これウェールズらしいよ。お、そうなの。そう、俺すごいやん。え、俺前世フランス人だったかな。フランス人だったの。ヨーロッパ人だったかもしれないね。なんか私もフランス見たことなかったけど、うん、この髪型の上にこうあれリボンみたいなのが、でかなんかいろんな写真に出てたので、そうなの、なんかそれ一般的な超でかいものらしい。はい、誰もわからんわ。これみんなスーパーモデルなの、うん、有名なの。ヨーロッパで言ったら、あ、名前はパンパンパンってわかるの。いや私もわかんないけど、なんとなく聞いたことあるなみたいな感じ。でも特徴は全員違うね。だからそれぞれの国の何スーパーモデル的な、この人が綺麗っていう定義する象徴ってことね。あ、そうそうそう。一番はフランスっぽいね。イギリスかフランスっぽいけど、フランスじゃない。ちょっとカーリーヘアで、さっきみたいにシュッとしてるし、色が白い。フランスの、パリのカフェでカプチーノとクロワッサン食べてそう、この人。当たってますか。私まだ何も言わない。で2番は焦げてるもんね。日焼けちゃんとしてるよね。でもメイクがね、でもドイツ人もいるよね、こういうメイクの人。いるよね、街中でちょっとおしゃれなおばさんとか。でちょっとハスキーじゃん、顔がちょっとドイツっぽいね、2番ね。3番はなんかこの人アジアっぽいけどね、こうつるっとしてるよね、どちらかというと。そう、消去法になるとこの人イギリスだね。だから1番はフランス、いや待てよ、1番がイギリスの可能性もあるぞ。多分2番はドイツで確定なんだよね、ほぼ。
3番がね、イギリスかフランス。でもフランスにこういう人いないよね。でん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 、皆さん決まりました？はい、1番フランス、2番ドイツ、3番イギリス。オッケー、確定ですか？確定でございます。はい、合ってます。当たってるよ。当たってます。あの理由付け良かったと思いますよ。やっぱ俺理由付けの天才かもしれない。適当に喋るけど、あの左一番があの肌が白くて、うん、その口紅もなんか結構赤い、うんうんうん、なんかシュッとした感じ、目もシュッとした感じ、はいはいはい、顔もシュッとした感じ。確かにこれがなんかすごい口紅と肌の色のコントラストすごいね。二、はい、人目はドイツのスーパーモデル、ハイディ・クロム。ハイディ・クローム、うん、俺知らない。有名。今はもう50歳になったけど、でもこの時も40歳っぽくらいでね、うん、可能性は。ドイツ人は、うん、あの綺麗なのが肌がちょっと焼けてる、あちょっと日焼けしてる感じ、日焼けしてるのが綺麗だから、これがめっちゃ日焼けしてるもんね、この人。そういった感じので、4つ目は3つ目、ね、3つ4つ目どこにあった？3つ目どこ行った？1、2、4、3つ目この辺になった？1、2、4、はい、3つ目はイギリス。でこの人もすごい有名で、でもイギリスのスーパーモデルを見ても、あの黒人とかも結構多いし、うんうんうん、本当にな、さっき言ってたように、その本当にいろんなところからインフルエンスされてるから、こう混ざった感じはするから。次はタカはそんなに興味ないかもしれないけど、お男性有名人来ました。男性有名人で知ってる人いないね、多分。アメリカ出身は何人か知ってる人はいるけど、ヨーロッパ出身わかんないわ。はい、うわ、誰もわかんない、誰もわかんないけど、一番はもうドイツ人って感じがする。もうザ・ドイツ人って感じがする。で、やっぱここ張ってるもんね、一番の人。やっぱパン食べてるね、この人。絶対パン食べてる、ちっちゃい時から。ずっと硬いパン、冷たい、ちょっとこう喋らないと怖そうだなっていうイメージがもうドイツ人、ザ、うん、はい。で、2番はイギリス人っぽいね。なんかこの頭の良さがにじみ出てるね。で、色白でちょっと髪の毛が薄くて、本当に頭がいいなって感じ。3番はフランスかって言われたらフランスっぽくもないけど、なんかポーランドとかそんな感じがするけどね、ちょっとね。あ、そうなんだ。うん、ノルウェー、スウェーデン、フィンランドにもいそうだよね。うーん、綺麗だね、めっちゃ綺麗。この人めっちゃ綺麗だね、顔立ち。うん、可愛いらしい。うん、可愛いらしい。俺も思った。めっちゃ可愛いらしい。やっぱ髪の毛がみんなフランス人、まあ当たってるか分かんないけど、ちょっとカーリーだよね。ちょっとパーマかかってるよね。そうかな。でも3番がイギリス人の可能性もある。ドイツ人の可能性はない。こんな可愛い人いない。ドイツ人はみんな怖いもん。1番ドイツ、俺は2番はイギリスだと思う。インテリジェンス。3番可愛いからフランス。OK。はい。ブブー。マジで嘘。え、でもさ、一番イギリスなの？スコットランド人です。あー、なるほどね。え、二番ドイツ？こんな人いないよ。 いるよ。すごい有名で、最近あのハリウッドとかアメリカの映画とかのも出てる。頭いい？頭いいかな、わかんない。なんかすごい頭の良さがにじみ出てるんだよ。ドイツ？ちょっとそれ信じがたい。なんで一番がスコットランドなんだろうね。髪の毛が赤いでしょ。あ、そこだけ出た、赤毛から。うわ、さっきヒント出てたね、これ。ヒント回収してるよ、この女。すごいぞ。ちゃんと最初からリナの言ってることを理解してれば当てれるんだね。うん、そうだよ。ちなみにこの人はもうめちゃめちゃフランス人だよ。あ、そうなの。もうありえないぐらいフランス人だよ。可愛いから。この人は見たらフランス人だね。またあの顔がこう、目が可愛い、細長くてシュッとして、あの可愛いフランス人。はい。むず。これめちゃめちゃ一番簡単な写真選んだよ。え、そうなの？めちゃめちゃ当たり前な、全部の当たり前なファッション。2番がドイツでしょ、多分。レナも好きだもん、こういうピーコートというか、ここが絞ってるコート。しかも黒でまとめてくる感じもドイツっぽい。ドイツ人多分あんまおしゃれじゃないから、カラフルを使わなさそう。おしゃれじゃない。3番はシンプルに選んでるとしたら、この何格子状のバーバリーみたいな柄だから、多分イギリス。で、1番はおしゃれだね。下がさ、ちょっとワイドパンツでさ、上はさ、スパって肌見せてるね。お、1番後ろに後ろにあった、凱旋門あるやん、フランスやん。あ、しかもカプチーノ持ってるやん。あ、そういうヒントもあったの。もっと当たり前のヒントまだ言ってないのが面白いよ。フランス？え、凱旋門とカプチーノでしょ？うん、
帽子じゃないの。あ、帽子、え、わかんない。これがフランスの帽子だよ。あ、そうなの。 Yes。 じゃあ当たりじゃない。俺は1番フランス、2番がドイツ、3番がイギリス。はい、合ってます。当たりました。はい、あのドイツ人は割とシンプルな服装にする、うん、だからタカが言ってたように、うん、そんなめちゃめちゃおしゃれとか、はいはいはい、いろいろカラフルとかじゃなくて、うん、こうジーパンと、うんうん、コートフランス人が、まあ、本当にその帽子がフランスの帽子になってるんだけど、まあ、おしゃれ、シュッとした感じ、うん、おしゃれだね。ベルトもおしゃれよ、この人。そうイギリス人はラフな感じ、シンプルな感じだけど、まあ、本当にそのストライプの、この人もおしゃれだよ。ジーパンにシャツでインしてて、でコートでしょ。超おしゃれだよ。 Yes。 こう考えるとドイツそんなおしゃれじゃないよね。はい、うわ、1番はもうドイツだよね、多分ね。だってもうマッチョだもん、骨が太いものよ。重ね着とかしないよね、あんまり多分ね。だからまさにさ、もうパンツと T シャツで、この上にレザーのジャケットか羽織るかもしれないけど、この人ドイツっぽいね。2番と3番分からんね。モノトーンでまとめるタイプか、カラフルなタイプ。でも3番の人のさ、パンツがちょっとさ、あのクロスになってるからさ、そこでさ、なんかヒント持ってきてたらイギリスだよね。大丈夫ですか？笑いすぎて。俺は1番ドイツ、2番フランス、3番がイギリス、まあ、2番3番がもしかしたら逆転かもしれないけど、でも3番がイギリスじゃない？1番がドイツじゃなかったら俺はもうね、ドイツにもう行かないわ。ブブーン。あ、当たってるよね、ドイツはね。ドイツは当たってるよね。はい。あ、2番がイギリス。はい。まあ、ちょっとレインジャケットっぽくない？あ、雨が多いよ、イギリス。はい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 、はい。で、フランスはどっちかというとタートルネックのイメージがすごいあるけど、よく考えるとこれもトレンチコートがすごいイギリスっぽいだけどね。マッキントッシュとかのトレンチコートが有名だよね、うん、バーバリーもそうだし、うん、そう。次は、はい、どうぞ。おー、これはむずい。Yes。 でも特徴はあるね。特徴はある。口紅がさ、1番の人は肌の色と近くて、2番3番はコントラストあるよね。でもみんな眉毛とか まつげの作り方一緒じゃない？みんな眉毛しっかりしてるね。あ、見つけちゃったよ俺。何を？見つけちゃったよこれ。2番フランスだよ。2番だってさ、タートルネック着てるでしょ。で帽子もさ、あの漫画の帽子っぽいやつでしょ。これ2番フランスじゃないですか。これ伏線回収してますよこの人。3番すごいね、なんか映画に出てきそうな感じするね。だから3番イギリスだわ。イギリス人の女優さんって感じ。で1番は分かったよこれ。1番も伏線回収って、肌が焼けてるもん。1番ドイツ、2番フランス、3番イギリス。ブブー。全然ちゃうやん。あ、でも2番、3番、2番フランス合ってるよ。その口紅が、めっちゃ赤いのが、うんうん、あのパリスタイル。目がそこまで強調されてなくて、口紅が。あ、本当だ。確かにこの3つの中では目のメイクが一番シンプルかも。そう、ドイツは割と目がこういったメイクをする人が多い。目を特徴する。そう、この人美人だね。そう、ドイツ人。ドイツ人、ハリウッドに出てる。あ、そうなの、はい、友達とかじゃないんだ。9問あって僕が6問正解。 Yes。皆さんどうでしたか？全問正解した人いたらコメントで、全問正解したって教えてほしいよね。この AI がやっぱすごいわ。 AI で作れるのがもう今の時代って感じするもん。じゃあこれが面白かったなら、うん、今後はスペイン人とイタリア人とかもまだ見分けられるかどうか。イタリアとかもね、確かに。スペイン、イタリア、北欧が有名、ちょっと分かりやすいかもね。北欧、ノルウェー、スウェーデン、フィンランドのどっかの国がこの辺で比べるとまた面白いかもね、うん、もしこの動画が好評だったらね、まあ、皆さんもなんかこう見ながら、動画見ながら家でさ盛り上がれてたら嬉しいよね、うん、そう、夫婦で見てたりとかね。はい、ぜひこの動画が面白かったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。